皆さんこんにちは、実り薬店の下です。昨日日曜日、西成の方に行ってきまして、この T シャツを新世界で買ってきました。こういう感じ、ちょっと派手ですけどね、大阪いう感じしますでしょう。はい、昨日はですね、亀田史郎さんね、あの亀田三兄弟、を世界チャンピオンにしたあのお父さんですねの紹介してる YouTube で紹介してあるあの店があるんですよね。まあ特に僕が気になったのが、あの元祖ホルモン鉄っていうと、この油、そして、新世界の大宮さんですか、大宮さんのふわふわのその串カツと、これが2つが気になって気になって、でまあ、あの日曜日最近ちょっと外出てですね、あの嫁さんとご飯食ってるんですけど、日曜日あの昨日はちょっとまあ一人で行ったんですよね。はい、ほんでまあ南海本線から萩の沢へ降りて、まずは元祖ホルモン鉄油、美味しかったまあうちダイエットでやってるんで、まあ、カロリー高いやると思いましたけども、美味しかった。ふわっふわっていうか、とろっというかね、こうめっちゃ、その亀田史郎さんが言わはるには、すごくホルモンがきれいに、きれいに処理してあると、匂いがないということでね、それは気に入ったんですよね。はい、今まで大正とか何枠とかでいっぱいこうホルモン焼いてるの見てても、ちょっと食べる気せへんかったんですけども、その鉄ですかはきれいにしてあるということで行ってみたら、もう抜群でした。美味しかった。ほんであのホルモン の焼きそばですね、それにあのキムチをのせたやつが最高やということで、クレーム言うてええか、うますぎるいうやつねうますぎるやつね、あれいっぺん食べてみたいなのでね、やっぱ亀田史郎さんセンスあるわ。美味しい、味がしっかりしてる、ほんできあの綺麗に料理してある、そしてね店の雰囲気がいい、亀田史郎さん最高の舌してありますね。で料理もね、なんか店出してはるみたいなんやけど、いっぺん行ってみたいなって気もするんですけども、まあそれはまあこっち置いといて、でまあその後新世界に行ってですね、もうその西成でホルモンの油食べ、もう最高に気分乗せてこの T シャツを買ってしまったんですね。もう大阪いうのをですね、前面にこう出したくてですね、こうなんですね。まあこれがまあ田代正史さんの T シャツも買いましたけども、まあちょっとアピなんか意味があるのが欲しいなと思ってね、シャツでもね。そしてあの新世界に入って T シャツ買って、ほんでその大宮さん行ったんですわ。そのふわふわのから牛カツなど、それね100円なんですけどね、1人1本しか頼まれない。まあそれとですね、まあ、あのウインナーと、卵とか頼みまして、まあ、ハイボール頼んで日本酒飲んでっていう感じでねしました。あ、そのね元祖ホルモン鉄はね、札幌ビールの赤ラベルなんですが、美味しかった。はい、ほんで大宮さんに話戻しますけども、そこでね、あの僕ちょうど1人やったんで、その油揚げる串カツ屋さんやから油揚げる前の時に座ったんですね。ほんでバーッと揚げたらバーッと揚げてはるんですよ、手際を揚げてはるんですわ。でね、色を見てたらね、まあ分からへんねんけど、その油の中にね白いもんバーン3つこのぐらいの入れてあるんですわ。ほんでね、それなんですかって聞いたら、牛脂やわって言われて、牛脂を入れた油で揚げてると、これやなうまさはと思いましたですね。亀田史郎さん、ここのそのふわふわが大好きやいうことで、いつも次男ので息子さんと一緒に行かはるときでも結構大宮さんに行かはるんですけども、美味しかった。なんかね、味がねやっぱとろっとしてるかね、しっかり下地がついてる串カツでね、そしてとタレもまあ二度漬けできへんね、大きいやつ、そのタレもねしっかりした、僕今まで薄い味のタレしか食べてない、あれ結構タレも美味しかった、つけて食べるタレね、本当にねいい体験してきました。雨が降ってたんでね、ちょっと人数が少なくてよかったかなと思っております。前の YouTube でね、亀田史郎さんもですね、鉄行くときにね、
1軒目の鉄ね、ホルモン屋さんね、雨すごい行こうもね、人が多くて行けなかったと。だから雨の日を狙ってきましたって YouTube してありました。だからそれ見て、うわー今日は雨やからちょうど変ちゃうかな思ったら、ちょうどいい感じでした。亀田四郎さん最高ですわ。料理もしてはるということでね、まあご兄弟3人育てられて世界チャンピオンにしちゃって、まあ、姫ちゃんもいたるんで4人やけどもね、料理しっかり自分でもしてはるんやろなっていう感覚と、その舌がね大好きですわ。あの感覚うまい。だから亀田四郎さんがうまいって言った店、ここ一点行ってみてっていう店はね、絶対行くべきだと思いましたね。大阪人、まあ大阪人じゃなくてもね、関西人じゃなくても、亀田四郎さんのこのホルモン鉄の YouTube もその他の方載せておきますけども、はい、もう亀田さん最高でした。またお店も一遍行ってみたいと思います。本当YouTube でね、あとね一軒行きたいのがね、飛び出しんちの中にあるキッチンカーのラーメン屋さん、これがね最高や言うてありました。一遍食べたいな思ってね、期待して、なんか金曜日か木曜日か金曜日だから夜しかやってないことでね、ちょっと調べてから皆さん行ってくださいね。まあそこもいっぺん行ってみたいなと思います。亀田四郎さんありがとうございました。美味しかったです。また、ご紹介してください。僕もまあできたら紹介しますのでよろしくお願いします。亀田四郎さん最高、いい感じですかね。ありがとうございました。